どうもです。私はですね、今トルコのイスタンブールに来ております。まあ、それでこれからね、まあ、スターアライアンス系のエーゲ航空というやつでギリシャの首都アテネに向かう予定でございますけれども、まあ、今回前回の動画見てない方はぜひとも見てからこっちを見ていただきたいと思ってるんですけども、まあ、そちらの搭乗レビューというところをお届けしようと思ってます。まあ、今回は D7 というところゲートとなっておりまして、こちらからまあアテネ出発ということで、もう搭乗開始も間もなく始まると思いますので、この中に待って待機しておきたいと思います。もうボーディング始まっているので並びましょうか。エーゲ航空なんですけども、あんな風な、まあ、飛行機でちょっと全体的に見ることはできないんですけども、まあ、iPhone 新しいやつに変えたんで多少は暗くても映りますね。はい、ではあちらに乗って私はねアテネに向かいます。では今から飛行機に入ります。こちらがビジネスクラス的なやつですけど、座席は一緒ですね。いや、エコノミーと。座席に着きました。国際線といってもね長くはないので、寝てたら着くんじゃないでしょうかね。ということで、はい、こちらで向かいます。座席は拳1個ちょっと空いてるんで、まあ、結構広いんじゃないか。トルコ航空より広いかもしれないですね。Ο καιρός στη διαδρομή μας θα είναι θαυμάσιος, ίσως μερικές ελαφρές αναταράξεις, αλλά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο καιρός στην Αθήνα είναι έθριος αυτή τη στιγμή και η θερμοκρασία 14 βαθμοί Κελσίου. Good evening, ladies and gentlemen, from the flight deck. This is your captain speaking. Welcome on board Aegean Flight 995 to Athens. And in the meantime, let me give you some quick information about our flight. It's going to take 1 hour to fly to Athens at 32,000 feet. Weather all the way is going to be wonderful. We may have some light turbulence at times, but with no problem whatsoever. パイロットの方からアナウンスされましたが、軽いですね。ヨーロッパはライアンエアもかなりなんか CA の方でしたっけ、軽いアナウンスがありましたけど、はい、というわけで間もなくしたら出発するんではないかと思います。もう今日はほぼ満席ですね。大人気のこの路線でございます。キャンディーのサービスがありました。 Please fasten your seat belts now and pull them tight. My colleagues and I wish you a pleasant stay on board with us. Κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας. Ladies and gentlemen, I'd like to mention the safety procedures. Stop to do so by the crew pull the life jacket over your head.Adapt the strap to the hook in front and pull tight to adjust your weight. Please refer to the illustrations of the safety instructions card in the seat pocket in front of you. それよりちょっと早いかな。海外のグラハンの仕事の人は手を振ってくれないです。結構ね、東アジアだと振ってくれるところ、日本にも含めてあるんですけど、海外はわりかしそっけないんで、ちょっとやっぱり寂しいな。1時間半ぐらいとね、フライトになりますけれども、以前から気になった謎の、まあ、スターアライアンス系の航空会社、エーゲ航空、まあ、ギリシャのフラッグキャリアですね、楽しみたいと思います。新しいイスタンブール空港なんですけど、やっぱり飛行新しいだけあってでかいと、飛行機が動き始めたから滑走路まで、ね、非常に時間がかかる。大航空港もそうでしたけども、はい、そういったことになりますね。まあ、古い空港だとね、逆にこうね、全部ちっちゃくてすぐに出発したりとか、そういったところがね逃げ良かったりするんですけど、そういったところはちょっとあれですね、ああって感じがしますね。まあでも仕方ないですね。というわけで結構時間かかってますけど、もうちょっとしたら離陸するとは思います。今ひたすらぶわーって移動してますね。
しました。花咲く早い線に乗りしてすぐに機内食とかそういったのが、まあ、一応今回は EU 内ではないんで、EU 内だったら国際線ではもうほぼ国内線みたいなノリなんですけど、一応、ね、EU に加盟してないトルコからギリシャになりますので、多少はちょっと国際線っぽいサービスを受けれることができるのかなというふうに思ってたりもしますけども、どうでしょうかね。ちなみに今回の、まあ、ビジネスクラスっぽい席があると思うんですけど、前列から2列になっていますけれども、まあ、エコノミーと本当にもう一緒なんですよね。カーテンがかかっているとかあるじゃないですか。あれって後ろに動かしたり前に動かしたりすることができるんですよね。これなんでかっていうと、あのその時のフライトによって、あ、じゃあビジネスのお客さんは前から3列とかね、前から4列とか細かい調整をすることができますよね。そういった風なので、なんかああいったなんかちょっと特殊な形になって、あんまりアジアでは見ないですけど、ヨーロッパではね、まだよく見たりしますよね。はい、そうやってあのフライトごとに、まあ、調整しているというわけで、一応ビジネス、あの座席自体は普通席と変わらないんですけども、横に確かこう人がね、あの来ないように座席をあの決めてたと思います。そういったところで、まあ、そこをつけていく感じですかね。はい、皆さんご存知でしたか。私もそれは最近知ったんですけど、エーゲ航空に関してはこういったブルーという雑誌がありまして、スカイトラックスは一応エアラインヨーロッパ2019年のベストには選ばれているみたいですね。まあ、エーゲ航空なんですけども、はい、先ほどから言っている通りちゃんと、まあ、スターアライアンスに加盟しておるということで、まあ、ANA の文字もここにもちゃんと書いてありますね。まあ、正直スターアライアンスの中では一番微妙といいますか、存在感の薄い航空会社ではないでしょうか。ちょっと暗くて今日はね、あんまり飛行機っていうのは映すことはできなかったんですけども、こういったまあ飛行機となっておりまして、グループ会社でオリンピック航空、こういったものもあるそうですね。で、飛行機に関しては A321、A320、319と、あとはボンバルディアということで、ATR40 か、もう全部中型機以下ですね。全然もう飛行機自体もすごいなんか LCC っぽいといいますか、そこまで大きいやつは持ってなくて、これが本当にスターアライアンス加盟してるのかっていう感じですね、正直なあの感想としては、ね。まあ、でも長らくスターアライアンスに加盟している航空会社であります。まあ、ギリシャ国内には当然たくさんね、ギリシャっていうとあの島がたくさんありますので、はい、エーゲ海の、まあ、島々に行くフライトを持ってられたりとか、あとは、まあ、ヨーロッパ国内にもいろいろ飛んでるんですけども、一番ねあの遠くに飛ばしてるのはね、モスクワ、ロンドン、ダブリン、中東だとリャドに飛ばしてたりとか、あとはジョージアかな、飛び散り出しちゃって、はい、あのそういったところに飛ばしておりまして、アジア線とかアメリカ線とかないんですよね、一つも。逆になんかね、あのアライアンス加盟していてここまで小規模な航空会社あるかいって話なんですけど、まあね、あるんですよね。それがエーゲ航空です。エーゲ航空のロゴはこんな風になっておりまして、まあ、なんかちょっと四川航空と言ってますね。あの鳥の絵があの描いているような、まあ、ロゴとなっております。エーゲ航空のマイレージプログラムに関してはマイルスプラスボーナスという名前になっておりまして、ただねこれ結構あのマイラー界隈では有名といいますか、あのエーゲ航空の上級会員というのは意外と日本人でもいらっしゃったんですよね。というのもスターアライアンスゴールドを取るのであれば、まあ、ANA の SFC がね、まあ、一度取ればずっとなれるんで、まあ、おすすめではあるんですけども、こうもっとねあの簡単にあのこのエーゲ航空のマイレージプログラムっていうのはスターアライアンスゴールドを獲得することができたんですよね、もっと簡単に。条件はねちょっと忘れちゃったんですけども、あのここにも書いてるんで、今は条件多分変わってるとは思うんですけども、確かなんかこうヨーロッパまで1往復してさらにエーゲ航空に1回ぐらい乗ればねスターアライアンスゴールドもらえるみたいな、それぐらい軽いもので、まあ、それで ANA を選ばずにあえて こっちのエーゲ航空を選んでたっていう日本人もブログとかでもこっちの修行してるとかいう風なのもありましたし、多いと思います。意外とあの日本人とってもあの馴染みがあるエーゲ航空のマイレージプログラムです。で今は12ヶ月で2万4000ポイント、まあ、食べればいいということなんで、やっぱり今でもかなりあのハードルは低いと思います。 ANA のプラチナ会員だとあの5万ポイントになりますんでね、はい、ただまあね、まあ、日本には当然就航してないですし、最近はあんまりこうエーゲ航空で修行するっていうのは聞かないような気がしますけどもね。私も一時期はちょっとこれ狙ってみようかなというふうに思っていろいろ研究してたんですけども、結局は実行しなかったんですけど、まあそういったのもあったんですよね。
なんか機内食は出てきました。ウォーターといったらコーラが出てきました。私の発音が通じなかったということですね。まあ、でもそのままコーラでもいいかなって思ったんで、喉乾いたんで嬉しいですね。コーラ、うまいですね。まあ、先ほどタラフク食べたんですけどね、ラウンジで、トルコのターキッシュの素晴らしいラウンジで、まあ、こっちもでも出されたからには、まあ、レビューアーとして食べないといけないですね。あ、チーズとハム、あ、これ結構うまそうですね。サンドイッチですね。うまい。ここで軽く食べてホテルでまあ食べるっていうのが良さそうですね。お菓子スナックバー、まあ、甘いごまのシリアルですね。まあ、朝とか食べたらちょうどいいかもしれないです。もう開けちゃったんですけど、はい。まあ、こんな感じの機内食です。ちなみにこのフライトに関しては6000円ぐらいで予約することができるんですけど、まあ、今回私はANA の特典航空券、成田からトルコまで来たんですけども、ターキッシュで、まあ、それのおまけで追加マイルなしで取ることができたんで、今回はそういった風に乗ってるんですけども、普通にお金払えば6000円ぐらいで乗れる格安路線です。ちなみにターキッシュも飛んでて、1日3、4本ぐらい2つの航空会社が飛ばしてて、 LCC は多分飛んでないと思います。まあ、それでもターキッシュでも1万円とか飛べる路線なんで、トルコと、まあ、ギリシャっていうのは仲がいいんだなっていうふうに分かりますね。人がかなり行き来してるみたいです。はい。まあ、こんな感じでちょっと機内食の、まあ、ご紹介でございました。Ladies and gentlemen, from the flight deck again, this is your captain speaking. We are cruising 30,000 feet. In a couple of minutes, we're going to start our descent. We will be landing at Athens in about 20-25 minutes from now. アテネ空港に関しては、私が学生時代にマルタ旅行した時にマルタ航空でマルタからアテネに行ったフライトを乗った以来ですね、多分。はい、いや久々です。まあ、全然覚えてないんですけどね。Εκ μέρους του κυβερνήτη και του πληρώματος σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean μέλος της Star Alliance και σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Athens. Please keep your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is switched off.Would like to inform you that in cooperation with Arts Corinto, we offer up to 1,500 award miles and bonus members and free car upgrades for gold card holders. アテネ空港に到着いたしました。着陸の時に拍手されている方が何人かいらっしゃいましたけども、なんかヨーロッパの一部どこの国でしたっけ、なんかね、拍手する文化があるイタリアでしたっけ。そう、ただその方々なのかなみたいな。今最近は減ってるかもしれないですけどもね、そういったのもなんかちょっとあってちょっと面白いと思いました。さすがにアテネ空港、英語航空がたくさん、ね、ありますね。今回は置き止めみたいです。はい、というわけで夜ということもありまして、皆さん早く入りたいといった感じでしょうか。私も早く今回出たいと思ったので前方の座席にしました。Bye, thank you. Bye. Thank you. Bye. アテネは結構寒いですね。中
かあったかそうなイメージがありましたけど。今からね、EU に入国します。ギリシャは EU に加盟している国なので、ギリシャにも中国語が書いている広告があったりしますね。中国の方が投資をするということなんでしょうか。すごいですね。無事到着することができました。もう22時39分ということなんですけども、とりあえず到着してよかったです。今回乗った英語航空なんですけども、 ANA の雑誌とかにも書いてたりしてて、どんな感じかなみたいな感じでずっと思ってたんですけど、今回疑問が解消されてよかったです。短い路線だったんですけどね、参考になった方がいるのであれば非常に嬉しいです。この動画面白かった、役に立ったってぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じで今回動画終わりたいと思います。それでは。